もうあれじゃない、妖精おらんくなったんじゃない私。あと一匹おるわ。ふぅ。そこちゃんと確認しとかんとさ、ゲームオーバーってなりそうやけんね。あー、まだ寒さは続きそうだな。ちょ、若干。あ、もしやこれ下水？水っぽいね。これどうやって空中で食べようか知らんけど。あ、これあれじゃない？寒い地方抜けたんじゃない？あ、ぽいね、ぽいね。寒い地方抜けたっぽいね。あ、やべえ。あ、超やべえ。これ絶対死ぬやつ。ありがとう。ありがとう、妖精さん。でもってあれさ、あれ敵？もしや。コログの妖精じゃない？とかって、近づいていったら危ないパターンかもしれんけど。でも気になるものには近づいて、いやー、敵でした。敵だった、敵だった、敵だった。助けてー。助けて。敵だった、敵だった。もう超敵だった。あぶねえ、こんなとこまで飛ぶんかい。なるほどね。うん、コログの妖精じゃないよ、あれ。みんなわかるやろうけど。なんかこんなところまで来たはいいんやけど、絶対あっちまで、絶対あっちまでとかね、泳ぎきれんと思うよね。あ、この辺の、壊せそうやね。何これ。ルビー。ハイラルで取れる貴重な鉱石。攻撃とも呼ばれ、炎の力を秘めると言われる。古来よりかなり高値で取引されてきた。かなり高値やってやったやん。あ、じゃあこの辺ので、売ったら結構な感じになるんじゃない？ね。鉱石とか売り飛ばせばいいかな。でもなんか素材になるみたいなこと書いとったやつもあった気がしたんやけど。この辺にさ、なんか目的地とは関係ない村とかあったりせんかな。あれ何？あの白いやつ。びっくりした。おお、いっぱいおる。お、マックスサザエ。海岸の砂浜に多く生息する巻貝。大量の滋養競争成分を溜め込んでいて、料理に使うとハートが限界を超えて回復する。剣ガニ。水辺に生息する鋭いハサミが特徴のカニ。ハサミの肉には筋肉を上げる成分が含まれており、調理して食べると攻撃力が増す。やった、いっぱい。父も現れたけどなんか。ちょい待ってね、倒しとくわ。この辺に来たら普通の父だね。そして大量の父ゼリー。未だに父ゼリーが何に効くのか、何に効く？どういう効果があるのかよくわからんけど。あ、この辺のも見逃しとったわ。待って、強化リザルスピア壊れたよ。はい、ガーディアンナイフ使いまーす。しかしこれも壊れそうだ。こういう時にさ、なんか重い武器使えばよろしいかな。え、なくなったのさっきの。くそ、強化リザルブーメランでも使うよ。あー、あと一匹カニがいたのに。見逃した。この丸マークがさ、いつも気になるんやけど、絶対なんかあると思わん？絶対なんかあると思わん？んで、さっき私が気になっとったこの白い岩。あれ？何もないし、下にも何もないやん。何それ？何の意味もないやつ。あれ敵やね。敵泳いでます。あ！やった、いっぱいおるよ、これ。これこれ。私の食事。やったねー。さっきさ、回復しながらやったけんさ、めっちゃいっぱい使ったんよね、食材。いやー、ゲットできてよかったわ。くそ、一匹カニ逃げてったな。一匹カニ逃げてったな。さ、これでだいぶ食材も確保できたわけやけど。さあ、ここからどうやって目的地に行くよ。あれ敵だな。あれ敵だな。上の方から飛んだ方が良さげやね、ここは。さあ、ちょっと。とりあえず、ちょっとだけ上に行って、あれ何？敵かな？動物かな？ちょっとよくわからんけど。
よいしょ。あれは、あ、55だけか。敵でも何でもなかったわ。どの辺から飛べば向こうまで行けそう？もうちょっと上の方かな。この辺から飛べそう？とりあえず行ってみよっか。あ、落ちる。びっくりした、しかも。めっちゃびっくりしたんですけど、風、風強い。じゃ、とりあえずこれで、目指してみよう。頑張ろう。多少、あ、この辺まで飛んだらもういけるやろ。さあ、頑張れ、泳ぐんだ。ちょ、怖いよ。狙わないで。怖いから狙わないで。あ、この辺は？来たー。うわ、見つかった。やったね。コログの妖精、順調に見つけてない、私。でも、現れた後でさ、消えるわけじゃないけん、なんか。うお、怖い、怖い。君も、え、なに、こっちにもいるの？どこよ。え、いないですけど。コログの妖精、君も気をつけるんだよ。敵に攻撃されるよ。こんなところにいては。怪しいと思った場所は調べてみるべし。お、あれなんか、木になんかくっついとる気がする。気がするだけやけど。なんかおるよね、あれ。え、なんか3匹ぐらいおらん？うわ、雨降ってきたし。ほらほらほら、おるおるおる。え、おる？え、おる？いや、なんもおらんぞ。え、なんもいないですけど。くそ。なんもなかった。まあ、とりあえずこっち岸につけたけんね。もうあとは、ひたすら走っていくだけだ。え、この山登らんといかんな、もしかして。無理じゃね？あれ？おお、なんだあれは。イェーイ。キツネゲット。なにあれ、見たことないイノシシや。多分その辺で消えるんやろうけど。あ、でもこっちの方向行きよったら、あれかな？歩いても行けるかな？あ、キツネ。多分ちょっとぐるっと回ったら、たどり着けるんじゃないかな、村に。なんか動物いっぱいおるね。あれは？イノシシ？お、イノシシだ、イノシシだ。ぐっ、くっそー、一発かよ、おい。お、頑張りパッタがなんか目の前に。なんだ？くそー、あの距離から。もうあれじゃない、妖精おらんくなったんじゃない、私。です、お、あと一匹おるわ。ふぅ。そこちゃんと確認しとかんとさ、ゲームオーバーってなりそうやけんね。この辺野生動物いっぱいおるね、なんか。あれはイノシシだ。よし、これはちょっとね。何今の。ミスった。ね、なんか走ってない？どうよ。いけた。ね、なんか光る物体走ってるんですけど、何あれ。ね、これなんか超走ってるんですけど、何あれ。ちょっと待ってね。ちょい。え、消えた？あ、き、いや、おる。ほら。おお。こんなところにもコログの妖精ね。なるほど、私、あの、普通の妖精かと思った。なんか怪しすぎやろ、あれ。お、あれは、ディザルフォスの巣ですか。今の鳥は仕留めれんかった。あ、あれはキツネかな。この辺なんかすげえ現れそうじゃない。この辺すげえ何かしら現れそうな感じするけど。はよし、ガンガン食材手に入るね。やったやった。ちょっとまたなんか焼いたりとかしとかんといかんね、いろいろと。
ハイラル草もいい回復、いい回復薬になるし。ん？あれは敵？なんかおる？あ、気のせいか。木か、ただの。ん？なんか音楽聞こえてきたけど。何の音楽？近くになんかある？あ、あの人？あの人なんか楽器演奏しよる？アコーディオン演奏しよる。なんかこんな雨の中何やってんだ？敵？敵？え？え？人じゃなくね、これ。おや、この辺、このような辺境の地で人とお会いするとは。ん？あなたの腰のものは。すみません、何でもありません。初めてお会いするのに失礼いたしました。いやいや、全然。あなたは？おや、リト族を見るのは初めてですか？あ、リト族、なるほど。私はリト族の銀融詩人、カシワというものです。どうぞお見知りおきを。カシワやってカシワ、カシワ肉やん。私は世界各地のイニシエの歌を求めて旅をしております。あなたは厄災を鎮めたという勇者にまつわる、イニシエの歌というものをご存知ですか？イニシエの歌？知らんかな。それは幾多の試練を乗り越え、厄災を鎮めた勇者を称える歌と言われています。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者のイニシエの歌が伝わっているんですよ。いかがですか？この土地に伝わるイニシエの歌、お聞きになりますか？じゃあ聞く、聞かせて。ありがとうございます。それではお聞きください。ふんふん。吹き荒れる大地にて、岩を砕き、風を束ねよ。岩を砕き、風を束ねる。王から授かりし翼を広げ、輝く地に降り立ったと、ん？降り立つとき、勇者の試練が姿を現す。ん？何あの場所。吹き荒れる風の大地とはここのことでしょうか。王から授かりし翼とは何のことでしょうね。きっと私には思いもよらない秘密が隠されているのでしょう。では、あなたの旅路に光がありますように。お、風を束ねて制するものよ。ほこらチャレンジ。これも隠されたほこらチャレンジなんやね。ふんふん、あれ敵やな。水辺のやつ、あれ敵やな。いにしえの詩の謎を解き、勇者の試練を見つけ出そう。よくわからんな。よくわからんな。ってことは、この辺にさ、あの、リト族の、なんかあるってことかな？四体の神獣。近い？近くない？あ、近いか？近くないんか？よくわからねえ。あ、そう近くもない。そう近くもないけど、遠くもないかな。ここ行こうか。ここっていうのはどこだ？あれか？あっちの方向のあれか？リト族の神獣探しを。アッカラ地方か何かはなんかちょっとまた後からにしましょうか。あ、ここ歩けるんや。あ、ここは歩けるんやね。なるほど。歩いてたどり着けるとこかな。崖登らんといかん感じかな。このまんま行けるといいんやけど。方向的にはどうなんこれ。こっちの方向か。あれってことは、あっちの丸の方？なんか丸がありすぎてよくわからんのやけど。ね。丸がありすぎてちょっと、いまいちよくわからんのやけど。あ、私がさっき行こうとしようったとこってもしかして果ての村かなんか？あ、雨降ってきたよ。こういうさ、どこかしらを登り始めた時に雨が降ってくるのはちょっとやめていただけないかな。敵おるやんけ。ここリザルフォスのとこや。うわ、なんかこいつら絶対強い。こいつら絶対強い。しかもなんか雷。そっか、こいつら雷属性やっけ。くっそ。強化リザルブーメラン落とした。ちょ、待ってね。
縦まで落としたの。ちょっと何やってんの。間違えたし。待って待って、何かしら撃たれそう何かしら撃たれそうだから、ちょっと先にさ体力回復させて。うわ、一発じゃね。怖い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 、なんかすげえ近寄ってきた。こいつら何、雷の弓とか使うわけ。うわ、やーべやーべ、ここダメだなここダメだな。あー、一発、くそーくそー、ここまで順調に来たのに。順調かどうかは分からんけど。あ、ここから?まだあれやね。こんなところにまで。こんなところまで。あの、銀遊詩人さんの音楽が聞こえてきてるのね。これで、よいしょ。頑張りゲージがね、多少増えたけん、若干こう張り切っても大丈夫なんじゃないかなと。リザルフォス強えな。だいぶ強いな。さっきよりは進めたけど、さっきよりは進めたけど、やっぱり雨降ってきたね。ちょっと待って。あの場所か。よし、頑張ってこう。あー、これは、矢がない。武器ちゃんと持ってる?あ、武器持っとるね。あ、よかったよかった。うん。そっか、これ投げれるんか。はぁ。イェーイ。強化リザルブーメランさ、投げても全然戻ってきてないやん。ね、思ったんやけど、全く戻ってきてなかったことない、今。戻ってこいよ。ブーメランなんだろ?投げても戻ってくるって説明に書いてたじゃん。どういうこと?お、あれはキツネだね。あ、違う違う。ミスったミスった。あれ?キツネいなくなりました。キツネいなくなったわ。あ、くそ。ちょっとなんか音楽が聞こえたなとは思ったんやけどね。お前らか。はよっこいや、おい。何落ちたの、下に。何やってんだよ。何やってんだよ。でもなんかまたさらに出てきそうな感じするけど。早く雨止んでくれんかな。上の方まで行きたいんよね。あ、やむ?もうちょっとでやむんやない?これ。やみそうじゃね?いや、そうでもない?やめよ。あー、これは、やっぱり、雨降っとったらダメやね。もっとひょいひょい行きたいんやけどな。お、やむんじゃない?これ。何あれ。なんか光ってない?すっごい光ってない?あ、そっか、あっち。あっち、雪山。あっち、雪山ですか。雨、うわー、こっちに来たら雨降りよるな。どういうことやねん。何?雨の境界線?この辺。雪の降る方では雨は降ってないんかな。この山を越えたいんやけどさ、高いなぁ。でもさ、雨降りよる割には月が出とんよね。なんなん?天気雨なん?すげえ風。すげえ風。やんでよ。雨雲さっさとどっか行ってよ。
あ、でもだいぶ雲薄いけどね。だいぶ雲、びっくりした、めっちゃびっくりした。リンクの顔やった。この辺とかよいしょ。あ、落ちる落ちる、滑り落ちる、あかんね。違う違う違う。あ、これいけるんやない？いや、いけんか。まだ振り寄るか。若干振り寄るか。くそ。全然滑り落ちるわ。全然滑り落ちるわ。別の方向から行った方がいいんかな。さっきの骨たちはもういなくなったの？そう、雨ばっか降るけん行きづらいわ。進めんわ。あれ、1はどっちやっけ、こっちやっけ。ね、この山の向こうやんね。はっ、もうちょっと登ってさ、あっこまで行ったらとりあえず。そう、すげえ滑るやん。とりあえずそこで一旦休憩できると思うんやけどね。あ、頑張れよ。ちょ待って、こっちから行った方が早い、もしかして。さあ、雨やまんのやない、もしや。その辺で一旦休憩できる気するんやけど、いけんの？くっそ、なんかちょっと時間かかりそうやけんやめとこっかな。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。